そうさん、ね、さて長崎にあったんだって話ですよ ね私も初めて知りました。ねえ、びっくりです。行きたいなとは思ってたんですけど、大体東京とかね、都会の方だったからね。ドライヘッドスパコトン、これコトンって落ちちゃうんだよね。落ちちゃうんですよね。名刺はすごくね、あの、うん、コットンみたいな感じでね、おしゃれなね、おしゃれなロゴなんですよ。下田の言い方が悪かったらごめんなさい。ドライヘッドスパコトンの代表田浦かな子さんにお越しいただきました。田浦さん、こんばんは。こんばんは。はい、遠慮しないでマイクにぐっと近づいていただいて早速こうしたですね、はい、あの、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いや、長崎にあったんですね、うん、びっくり。よく言われますね。そうですよね。すごい地味にスタートして、地味に静かに、はい、はい、静かに、はい、そうですね、もう今年7年とかなんですけど、はい、まあ、皆さんなんかご自身で調べてきてくださるので、はい、はい、特別宣伝とかしてらっしゃらない。そうですね、特にはしてこなかったんですけど、はい、すごいな。すごいですね。オープンは2015年にオープンされて、はい、それで7年目で、まあ、常連さんもね、こうリピーターの方も多いと思うんですけども、はい、いわゆる年齢制限とかないですか？大丈夫ですか？3歳以上から。3歳以上から。はい、あの、すいません、若干スパイシーなカレーの香りのするおじさんは NG とかそういうのは。大丈夫なんですね。リスナーの皆さんなんか今ドキッとしたの。あの、いろんな方がその現代の働くあの選手たちはもうストレスがめっちゃ溜まってると思いますので、そのストレスを緩和してくださるそのドライヘッドスパがあったというのは本当ね、すごい喜びでもあるし発見で、ご紹介していただいた藤本様にはもう感謝でございます。聞いてくださってれば嬉しいですけどね、はい、さて、そのですね、あの、田浦かな子さん自身はご出身はそのどちらになるんですか？長崎。長崎っ子なんですね。着々くんね。おくんちシリーズ最強ですね。あ、そうなんですね。いや、もう本当にもう、あの、おくんちなくなって3年目になろうとしてます。みんながね、しゃぎりの音を聞きたいとかね、はい、もういろいろ。庭見せだけはちょっとやってくれたりね、してますからね。あれでなんとかねって感じで。さあ、くんち大好きな長崎っ子の、はい、田浦かな子さん、はい、あの、少女時代はどんなお嬢さんだったんですか？少女時代、はい、歌ばっかり歌ってました。歌を歌う。アイドル志望？ちっちゃい頃は。そうだったかも。あれ、時代的にはどんなアーティストさんに？スピードとか、うん、あの世代と一緒ですよね。スピード世代ですね。なるほどですね。アクターズスタジオですよね。沖縄のね。そして歌ばっかり歌ってた田浦かな子さんは歌ばっかり歌ってるわけじゃでもそうじゃないと思うんですけど、で、まあ、どんな少女時代から少しずつ成長していくんですか？市内の小学校、中学校でも入って、はいはい、で、高校が当時、あの、長崎で初めて総合学科っていうのをやった明星高校っていうのが近海の方にあるんですけど、はいはいはい、そこの1期生で入学しまして、うんうん、はい、でその後に、あの、母が那目市の地元の方で美容室をやってるんですけど、那目市ですか？那目市です。エリアですか？はい、はい、そこにもうなんかそのまま、うん、行くんだろうなと何も考えずに、お母さんの美容室、はい、そうですね、はいはいはい、で、美容学校にすぐ近くの桜ママの美容学校に、うん、はい、長崎県美容、長崎県、はい、で、その後私もなんか就職活動全然してなくて、うんうん、母親のところで働けるとかばかり思ってたからですね、はいはいはい、で、2月ぐらいに、うん、いや、冗談じゃないよって言われて、ママから、はい、マミーがNO! No! No! 雇わないってびっくり、って当てにしてたのに、そうです、そうです、ね、びっくりして、はい、で、当時、あの、ギリギリ、はい、あの、卒業式、そうですね、もう忘れました、卒業式の日に面接をしてくださった社長さんが、はい、採用してもいいんだけど、はい、長崎は全部埋まってるから名古屋に行ってって言われたんです、うん、その全国展開している美容のグループだったんです。エーレガンさん、まだ思い出してるか、あ、マダムレイのところですね。マダムレイですね。もう大変お世話になっております、はい、あの、長崎にもたくさん店舗があるけど、はい、ダーリンご主人は名古屋方面にね、はい、いっぱい、もう、まあ言えば大きな2つのグループが
本当にご結婚されて、はい、マダム・レイとご主人と、ですよね、はい、そうです。だからスタイリストの方は腕を磨こうと思ったら、別にその名古屋方面に行ってもいいし、あの一時期ヨーロッパ、あのパリとかの方もなんかあの修行に行かせたりとか、いろいろやってた。あ、とてもいいところに、ね、入れていただいて、はいはい、名古屋に行ったんですけど、はい、でも、まあ、結構早々に帰ってきまして、うん、あのなるほど、あの、はい、優秀な成績でみんなより早めに修行を収めて長崎にちょっとね、味噌カツばっかりで辛くて、うん、あもうね、ミャー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 、ね、これあのディスってるわけじゃないんですよ。ディスってるわけじゃなくて、美味しいけどもやっぱくんちがないのが辛いのさ。なんかさっきも同じような理由で ね名古屋でね、はい、くんちと魚と欲しくなって、はい、帰ってきてからはもうママの美容室で、うん、はい、あの働かせてもらってたんですけど、そこはママは、はい、あ多分お母様は、うん、そう、そのままうちの店に来たら修行も何もしないまま甘えちゃうから、一度は外に修行にっていう意味で厳しくされたんでしょうね。そうだと思います。親心ですね。そうですね。そしたら本当に行ったから遠くまで名古屋まで。でちょっと寂しい。びっくり、びっくりも寂しくも。で修行してでやっぱり辛いんだろうなって分かって、うん、そこでウェルカムで迎え入れてくれ、ね、ああよかったですね、母の愛で。そうです、本当にありがたいですなんかさっきもちょっと山本屋の味噌煮込みはどえりやんうめやんけどネギが歯に詰まるでいかんわですよね、シャチホコばっかりだけやっていうね、そんな感じ。そうですそうです、奈良ちゃんにいいんですね、ですね、この会話なんかさっきましたよね、さっきも聞いたよねなるほど、それで長崎帰ってきてお母様の元で今度は美容師として、はい、スタイリストとしてアシスタントですね、うんうん、あそうか、はい、妹もいるんですけど、あそうなんです、うん、はい、妹さんは美容の美容師で、あすごい、今2人でやってくれてるんですけど、すビューティーファミリービューティーシスターズなの、ね、うん、いいね、はい、もすごいですね、ああ今もお母様と妹様一緒に、あの何名詞方面ですか、はい、同じエリアです、はい、あそしてもう全然違うそのヘド、あのドライヘッドスパの方に行くのは何きっかけだったんですか、そもそも美容室で働いてる時に、はい、あの皆さんよくご存知の濡れてやるヘッドスパ、はい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 、というのはもう結構昔からあって、はいはい、それはやってたんですけど、そうですね、シャンプー、はい、トリートメントの時に、ね、あのヘッドスパをして、はい、もうすんげえ気持ちいいってやつですよね、はもっともっとありましたと、はいはい、そこでもうちょっと濡れてたら、うん、触れない部分とか、はいはいはい、あとはこうシャワーが止まってる間お客様は頭冷たいだろうなとか、うん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 、なんかそういう疑問は結構実際にやってみて、はいはいはい、あって、はい、そんな中あの当時あの長崎の北山台の方で、うん、はい、ボディのマッサージをされてる先生がいらっしゃって、ボディマッサージ、はい、はいはいはい、リンパドレナー、あ違います、スイリッシュオイルトリートメントっていう、はい、うん、やつなんですけど、はいはい、その先生をすごい信頼してて、その方がある日その京都に、はい、頭専門のヘッドスパがあって、はい、すごいかなこさんに向いてると思うからやってみたらって言われたんですよ。京都にあったんですね。京都に当時東京じゃなかったんですね。京都だった。京都が最初本店ですね。すごい、はいはい、はい、もう私はその先生をすごい信頼してやまなかったんで、はいはいはい、何も調べずに、うん、そのままスクールに受講希望を出して、はい、そのまま行ったんですよね。え、それって京都にですか？あれです。スクールは大阪、東京だったんです。大阪、東京ですよね、はい、なるほど、ね、当時は、はい、こちらでは結構有名で、はいはい、何年ぐらい前になります？もう8年、9年8年半前かな。テレビとかに露出しだしたのがそれくらいですかね。はいはい、そうです。まあ、でも今思うと何も知らずに行ったのが良くて、うんうん、あ逆に調べないで、はいはい、やっぱりあの皆さんそこの良さを知って受講されている方がほとんどだったので、うんうん、なんかこう妙な緊張感とかが、はいはい、られたんですよね。なるほどなるほど、はい、そうです。で当時の代表に直接教えてもらえるような時期だったので、うん、はいはい、なんかそれで結構か1回で合格ができたかなって、はい、よかったんですね、はい、素直に受け入れて信じて言ってるから、ね、ね、はい、よかったんですね、うん、っていうのが8年半前 で、うん、で7年前に、はい、私はまだその後ものんびり母親のお店で
あ、働く。地味に働いてた。あ、なるほど。そのドライヘッドスーパーカレッジに学びに行って、はい、技術を学んで、はい、取得して、はい、いつでもオープンできる状態なのに、はい、帰ってきて、はい、イエイオープンじゃなくて、お母様の美容室で、はい、うわ、マジか。なんか穏やかな人なんですね。いや、いいですね。ね、かなこさんね。はいはい。あの今うちの店にある施術の椅子があるんですけど、はいはいはい、クライミングチェアがあるんですけど、はい、その椅子と出会って、椅子と運命の巡り合いをするんですか。椅子と出会って、そうなんです。それって例えばあの泉ファニチャーとかそういう大きな家具屋さんみたいな、ババカグさんなんですけど、ババカグさん、なめし方面ですから、ね、そうですよね。そうです、そうです、はい、それでもうびっくりするぐらいその、うん、気持ちよくって、はい、その前にもなんか北欧のリクライニングチェアは買ってたんですけど、うんうん、もう違った、全然違ったんですよ。で、うん、それをもう買うってなってからのテナント探し。マジですか？椅子先みたいな。すごいな。素晴らしいですね。はい、うん、椅子が先って。いや、でも分かるような気がしますよ。はい、施術をして、はい、あの現代人のストレスを癒すために、はい、一番大事なのはやっぱりその椅子ですよね、うん、リクライニングのね。それと巡り合っちゃったんですもんね。もう感動して自分でまず座ってみて、そうです、はい、もう2日おきぐらいに座りに行ってたんですよ。まあ、緊張だし高いし、はい、やっぱ半端ない金額で座りに行ってた、うん、なんかずっと来たら安くしてくれないかなとか、ちょいちょい、はい、まだ、うん、なるほど、若かったんで、はい、まあ、スタンプを押しに行ってるようなもんですね。スタンプラリーのねゲットしたんですが、はい、まあ、結構高いバイクぐらいな金額ですよね。バイクはどのくらいでもなんか椅子にしてはちょっとやっぱり、うん、先ほどおっしゃったこのぐらいの、はい、あ、しますか、はい、あ、じゃあまあまあ、なんなら中古で軽自動車買えるぐらいだね。高いね、はい、だからそうですね。で、ちょっと7年前に、うん、購入して、はい、そこから店舗を探した。そうですね。すごいな。まあまあ逆算ですよね。うん、必要なものはね、あのどっちがあのプライオリティ、優先順位が先じゃなくて、うんね、まずそれが揃った、はい、じゃあ合うところ、すぐ見つかったんですか、物件。そうですね。意外とその一人でできて、うん、で街の中で、あとよく、うん、お安くて古いビルだと、はい、同じ階で共同トイレとか多いんですけど、うん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 、今のところがもう。ちゃんと店舗内にお手洗いがあるっていうので、それぞれ、うん、それ大事ですね。ゲストさんのこと考えるとね、うんうん、はいはいはい、それでもなんかすぐ決めたんですよね。決められて、はい、まあ一人で例えばやろうと開業しようと思ったらランニングコストを抑えないといけないですもんね。そうですね。まずはね、じゃあ物件の家賃とかそういった部分大事になるので、はい、それでいい物件と巡り合いました、はい、それが2015年の開業になるんですか。はい、10月、はい、秋の頃に、はい、まあ、夏のストレスがみんな溜まってる時ですよ、うん、頭皮に。そうですね、ね、その頃何も考えてないですけど、いやいや、多分ちょうどいい ね、 そうですね、もううわあかんわっていう時にオープンされた。そこからお客さんの開拓はまずどうされたんですか。ホームページを作っていただいて、うん、はい、まあ、でもあとは駅前とかでチラシ巻いたりしたんですけど、うん、まあ、これは全然もちろん来られなくて、もう時代に沿ってなかったので、ね、うん、ってなかったですよね。思いますし、うん、やっぱこう人から渡されるものって皆さん、うん、なんかこう、うん、見ない、見ない、うん、そうですね、食べてないものを渡されると、はい、むしろマイナスですよね、うん、イメージ的にね。まあ、その7年前、8年前だったらば、はい、フリーペーパーですらなかなか厳しい時代、ね、やっぱり SNS とかの時代ですもん、はい、ね、多分このくるみちゃんとかはもう絶対もうスマホからでしょ。スマホですね、もうチラシとかはもうぽいですよね。ぽいですよね。でも未だにしてらっしゃる方もいますけどね。いや、すごいなと思いますし、うん、私はもうすぐくじけたんで心が折れちゃう、はい、はい、うん、すぐやめちゃいましたけど。なるほど。ホームページ、うん、でも本当に最初の1、2年は全然、うん、あのお客様はやっぱり少なかったです、うん、もうそんなに知られてなかったですし、はいはいはい、やっぱりこう長崎のマッサージの需要とかですね、うん、あとは普通のマッサージとちょっと違うので、そうですね、はい、頭だけを触るのに、はい、4000円だとか6000円をお支払いいただくっていう、うん、ちょっとそこの皆さんの価値観もね、そうですね、あられるので、はいはい、なか
かなかやっぱり最初は厳しかったですね。そうですよね、はい、あの基本的にはその全身こりをほぐすマッサージ屋さんとヘッドスパって出どころが違うじゃないですか。そうですね、そもそものですね、はい、そのやっぱり美容師とかおしゃれをしに行ってる人たちをリラックスさせるのと疲れ切った人たちをもみほぐすのと、はい、でもそこにやっぱり値段の差ってどうですか、21歳の女子としては。私は全然払える、うん、あ、ヘッドスパね、価値観としてね、価値観としては、ね、うん、多い、私の世代的にはターゲットとしてはね、うん、今お客様のその世代層ってやっぱりちょっと上下で言うと、そうですね、うん、本当最初はやっぱり上だったんですけど、はい、本当に今久美さんおっしゃってた20代の方とかが、はい、多分もうパソコンスマホですよね。あ、なるほどね、すごい増えてらっしゃいます、ね、自分のせいなんですけど、ね、もう今よりは若い方がすごい、うん、上は70代から下は10代まで、70代、はい、いらっしゃいます。先ほどね、3歳以上だったら大丈夫とおっしゃってもらったんで、ね、で、今はもうその予約で結構お忙しい状態ですか。そうです、まあ一人でしてるっていう部分もあるんですけど、うんうん、あ、現在、はい、コロナもありましたからね、そうですね、うん、1日の枠っていうのが決まってくるので、うん、はい、で結構皆さんもご常連の方が次を予約して帰っていただけるような方が多くって、ビジネスとしてはありがたいことですよね、はい、そうですね、でも本当ならば育てて、あの、はい、どんどん展開していくことの方が、ね、はい、社会にも貢献することになりますし、そうです、ビジネスとしてもね、はい、やっぱりあの人のストレスをね緩和して自分がこうストレス疲れが溜まっていくっていう状態を抜けるためにはここからが、はい、やってほしいです、私本当ですね、はい、本当ですね、自分じゃちょっと厳しいですもんね、やっぱり自分にするのは、わかります、はい、ちょっと学ぼうかなと、何をやってもらう方がまず大事ですからね、はい、なるほど、でもまあまあ軌道には乗っていらっしゃるということです ね、7年目にして、はい、うん、ちなみにお母様の美容室の方は妹さんとまだまだ続けてらっしゃるわけですね、はい、うん、お母さんや妹さんはやっぱりスタイリストで、はい、ヘッドスパとはもう全然、さっきお話にもあったんですけど、妹と私が不定期で、はい、うん、あのドライヘッドスパの講習をやっていて、あ、そうなんですね、その時は妹が、はい、あのヘルプで、うん、入ってくれて、はい、あ、じゃあ妹さんもできるんですね、はい、うん、そうですね、私より教えるのは上手かもしれない、あ、なるほど、はい、そういう例えば講習、はい、ワークショップみたいな感じを続けて育てる方もやってるんですか。そうですね、ここ数年前からご希望があった時に限りなんですけど、うんうん、でそこで人数募って、はい、本当に 2,3 人とか、うん、を教えたり集中してる、 そうですね、そうか、そういうその、まあ、いわゆるライバル店にはなるけども、そうですね、そういう、うん、そういうお店がでも増えた方が世の中のね皆さんへの認知度が上がるし、そうなんです、ね、あとそれぞれ の、まあ、あの自分たちのいいところを出し合って個性が出て、はいはい、そこ切磋琢磨していってね、また業界としてはまだまだ今からでしょう、はい、そうですね、長崎は特に開拓の余地が、うん、ありますよね、始まったばっかりで、はい、なのでうちに来ていただいた生徒さんたちは、うん、講習後も、うん、歩行とかをして交流をさせていただいて、うん、情報交換ですとか、なるほど、させていただいてます。あのコトン の、 その田浦加奈子さんみたいに、はい、美しい女優さんのような方に、本当に綺麗ですよ ね、 ね、びっくりしたよね、ね、汗とりあえずその、うん、ありがとうございますって言おうかなと思ったの、うん、初めて会った時、いや、ありがとう、ありがとうってね、その本当にあの来てくださってありがとうございます、ずっと見てられる、そう、そうなんですけど、まあ、そういうその美しい方にね癒してもらうのもとてもスペシャリティでいいんですけども、例えばそのお話が結構上手な、聞き上手なよ、下田みたいに喋る方じゃなくて、ね、聞き上手な、そう、受け入れてくれるようなお母さんタイプの人にやってもらうのも癒しになるような気がするので、そうですね、はい、ですからそのコトンさんがその変な意味じゃなくて、ちょっとその今までがっつり働いてたけどそうではなくて、子育ても終わって収まってきたので誰かの役に立って仕事になればっていう方を育てられれば、で結構そこもいいお客様がつきそうな気が、多分それは僕が50代のおじさんだから思ったのかも、すごい貴重な意見ですね、若い人はくるみちゃんみたいにお金を払ってでも、あの
まあ、若い施術者の方がいいっていう方もあるでしょうけど、やっぱり年配のお母さんタイプの人がいいなっていう方も普通にいそうな、そうそう、お話聞いてもらうのがね、まあ、半分ぐらい、うん、でそれで癒されて落ちるんでしょうけど、ね、結局まあ、でもそういうのもね、ありかもしれませんね。検討、あ、検討して、うん、すんごい常連になってた、はい、下田がね、また来たんで、そうそうそう、はい、どんだけ疲れてんのってね、言われそうですけどね。そうだ、その長崎がまだまだそのヘッドスパ、うん、特にドライヘッドスパはない状況の中で、はい、これからコトンさんってどういうふうに、はい、あの長崎に貢献していかれます？そうですね、うん、今少し考えてるのは、はい、前々から希望ではあったんですけども、まあ、店舗でお客様をお待ちするっていうのと、あとはこう介護福祉の方で、はい、やっぱり寝たきりの方ですとか、うんうん、まあ、あとはお家で在宅介護されている方もそうですけど、そういう方ってやっぱり頭ほぐしてあげると、うんうん、なんでしょう、こう意思疎通ができなくても、うん、こう睡眠の質は上がりますし、うんうんうん、睡眠の質上がるイコール、まあ、体調も良くなられたり、はいはい、あとはドライヘッドスパって血の巡りがすごく良くなるので、そうでしょうね、はいはいはい、なので、まあ、もちろん医療行為ではないんですけれども、うんうん、やっぱり体調改善というところのお役には立てるかなというふうに思っていますので、はい、そういった方の分野でちょっとこう頑張っていきたいなというのは考えている、いわゆる出張ですよね。そうですね、はい、まあ、すごい大事だと思う、うん、大脳皮質をこうほぐしていく中で絶対オキシトシンを、はい、あの手からこう出してらっしゃるんで、はいはい、相手が例えばですよ、変な意味ではなくてすいませんね、言葉がね、はい、植物状態にあるような方であっても、はい、その愛情って絶対伝わっていくと思うからね。本当にそうです。ですよね、本当にそうです。そこですね。そうですよね、はい、である実験で聞いたら、はい、出してるオキシトシンと全く同じ量のオキシトシンが施術者の人にも返っていくそうなので、あると思います。そうなんですよね、はい、で自分の中からセロトニンが出てっていうね、うん、はい、だから愛を渡して愛をもらってるんですよね、うん、お仕事が、ね、本当にそんなことを言ってます、施術中。そうですよね、はい、間違いないですよね、うん、マジか、僕もやっちゃうって、いや僕もやっちゃう、向いてる、無理です、無理です、めっちゃ喋るんです全然眠れなくなっちゃう。そうです、そうです、寝かさないぞみたいな、ね、感じですからね。いやでも今日なんかすごい勉強にね、いろいろお話を聞きながら、うんうん、こうワクワクしちゃって、ね、いやなんかコトンのこのおしゃれな COTON の、うんうん、はい、ほんとコットンみたいな感じになっちゃうんだけど、ね、そうね、のこのなんか看板がたくさん街中にね、いろんな街にこう増えること ね、 あ、いいね、うん、はい、あのだからその先ほどのお母様コトンマムとかね、呼ばれたりして、うん、マム、マムかよってね。いやいや、ぜひ今からね、あの絶対あの広げることが社会貢献になる仕事ですから、はいはい、ね、あの本当にそういう施術をできる人を増やしてください。うん、はい、まあ、頑張ります、はい。ありがとうございます。まず行くよね、くるみちゃん。もう行かなくて、本当に行きますよ。ね、はい、それではもう結びの時間となりました。あの田村かな子さんからリスナーの方へのメッセージをいただいていいですか。はい、あっという間でしょ。あ、本当にあっという間です。びっくりですね。ね、もう今コロナ禍の中で皆さんも普段のストレス以上にお疲れも溜まってらっしゃいます。溜まってらっしゃると思いますので、あのぜひドライヘッドスパを受けていただいて、はい、あの日頃のお疲れを取っていただけたらなと思います。はい、ぜひあなたもですね、あの検索してください。あのコトンで検索、これ長崎ドライヘッドスパで出てきますからね、トップページにね、あとインスタの方もありますか、うん、はい、ドライヘッドスパアンダーバーコトンで、うん、はい、はい、検索していただければと思います。インスタかホームページの方から、はい、ぜひ皆さん癒されに行ってください。6月12日の日曜日、ハピプレ前半のゲストさんはドライヘッドスパコトンの田浦かな子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。